日本で一番ユーモラスな理科の先生、根本万です。今回はリカルタ演習シリーズ、地震の揺れの伝わり方についてお送りします。今回の内容は、超地震ありです。直角三角形の法則というユニークな法則も出てきますので、お楽しみください。はい、まず地震に関する基礎知識です。はい、まずこちらの震度について、震度は地震による揺れの大きさ、マグニチュード、地震の規模、もしくは地震のエネルギーの大きさで、 P 波はプライマリーウェーブ、最初の波という意味のその頭文字 P を取って P 波、初期微動を伝える波で、伝わる速度が速い、これ縦波です。 S はセカンダリーウェーブ、2番目の波ということで、その頭文字 S を取って S 波と言います。これは振動を伝える波で、伝わる速さは遅く、これは横波です。それから初期微動というのは、地震で初めに起こる小さな揺れ。振動は初期微動の後に起こる大きな揺れです。そして初期微動継続時間というのは、P 波が到着してから S 波が到着するまでの時間を言います。はい、そしてこちらの図を見てください。はい、よく出る図ですが、まずこちらの青い、線。この青い線ですが、これは初期微動の始まる時刻。初期微動の始まる時刻を結んだ線です。そしてこちらの線。こちらの線は主要動の始まる時刻を結んだ線です。そして、この線と線の間、この線と線の間、これが初期微動継続時間です。これが初期微動継続時間と言います。そして、これの初期微動継続時間の長さが、はい、見てください。はい、震源からの距離が100キロのところは、はい、この程度です。200キロになると、はい、ちょっと長くなって、300キロのところです。はい、かなり長くなると。ということで、初期微動継続時間というのは、震源からの距離に比例をすると。震源からの距離が長ければ、遠ければ遠いほど、初期微動継続時間は長くなるということです。最後に、この2つのグラフ、2つのグラフがちょうど交わったところ、この交わったところが地震の発生時刻になる。ちょうど交わったところ、これが地震の発生時刻になります。はい、仕上げ問題です。はい、左の図で、震源から136km 離れた A 地点と340km 離れた B 地点の初期微動が始まった時刻、主要動が始まった時刻が記録されています。このグラフが初期微動が始まった時刻、こちらが主要動が始まった時刻を結んだグラフになっています。はい、1番、A 地点、B 地点での初期微動継続時間を求めよう。はい、A 地点はこれですね。はい、そうすると、はい、この、ここからここまでですね。この時間を読めばいいわけですから、はい、6時15分25秒から、はい、6時15分、5秒を引けばよろしいですね。さらにこっち、B 地点では、6時16分25秒から、はい、ここですね、ここ。6時15分35秒を引けば、それぞれ求められるということで、はい、A が20秒、B が50秒ということになります。はい、2番、P 波の速さを求めよう。はい、P 波の速さを求めようというんですが、はい、まず、P 波が、A 地点に到着した時刻がこれです。6時15分05秒。そして、B 地点に到着した時刻はこれですね。6時15分35秒。ということは、6時15分35秒から6時15分05秒を引いた値がかかった時間です。かかった時間。かかった時間がその差です。そして、A 地点から B 地点までの距離の差。はい、B 地点 340km から、A 地点 136km 引いた、これが A 地点から B 地点までの距離です。ということは、距離が分かって時間が分かる。はい、距離を秒で割れば、
速さが求められるということで、はい、340から136いくと A 地点 B 地点までの距離が 204km、 この距離を30秒ですね、30秒で伝わったということですから、割り算して 6.8km 毎セコンド、セコンドというのは秒を英語にしたセコンドのその頭文字です。1秒間に 6.8km の速さということになります。はい、同様にして S 波の速さを求めるということで、はい、S 波、今度こちらですね。はい、A 地点には6時15分25秒。B 地点には6時15分25秒。すると、この6時16分25秒から6時15分25秒を引けば、これですね。こっからここまでがかかった時間。で、距離の差がこれです。はい、同様に割り算をして、はい、204km 割る60秒で 3.4km 毎セコンドということになります。はい、最後4番。この地震が発生した時刻は何時何分何秒かと。基礎知識のところでもやりましたが、この2つのグラフがちょうど交わったここです。ここが何時何分何秒かということを考えればいいんですが、はい、ここではですね、もう、はい、P 波、S 波の速さが求められました。はい、じゃあここで、P 波、1秒間に 6.8km の速さ、この P 波の速度で、はい、A 地点、震源から136km 離れて、136km を、はい、6.8km 毎秒の速さで、進んだら、はい、何秒かかるかということを計算していけば、はい、136km 離れた A 地点を P が 6.8km 毎秒の速さで伝わるので、136÷6.8 で20秒ということです。ということは、6時15分、05秒から、20秒前、ということで6時14分45秒と、こういう時間の計算、小学校3年生の算数でやってあります。そしてですね、はい、これを B 地点で計算しても全く同じ答えになります。 B 地点で計算するということは340km÷6.8 で50秒と、で6時15分35秒の50秒前ということで、同じく6時14分45秒。また S 波で計算しても全く同じ結果になります。はい、同様に、A 地点136km を S 波の速さ 3.4 で割ると40秒。と6時15分25秒の40�秒前は、はい、6時14分45秒。同様に、B 地点 340km 割る速さ 3.4。で割って100秒です。6時16分25秒の100秒前ということは、1分40秒前ということで、同じく6時14分45秒ということになります。はい、ここで直角三角形の法則を教えます。はい、先ほどの問題で、震源からの距離が A 地点136km、B 地点が340km ということで、問題がありましたが、この A 地点と B 地点の距離の差、距離の差がこれです。そして、P 波が伝わる時間が、時間の差がこれです。さらに、S 波については、ここからここですから、はい、S 波が A 地点に到着した時間、これが B 地点に到着した時間の差がこれです。そしてここでですね、こんなのをくっつけてもらうと、さあ、直角三角形。直角三角形、こう、くっつきましたが、この直角三角形見てください。はい、これが、この縦のライン、これが204km。A 地点と B 地点の距離の差、204km です。そして、A 地点と B 地点に、P 波が伝わるその時間の差が30秒です。ということです。ここが30秒、204km。
ということで考えると、はい、こちら。はい、P 波は、はい、204キロ、距離割る、はい、30秒。204÷30 で 6.8 キロメートル毎セコンドという、こういうふうな計算が出てきます。ここで直角三角形を作って考えると、わかりやすいかなと思います。はい、同様に、はい、S 波について、はい。はい、こうです。はい、A 地点、B 地点での距離の差がこれです。はい、縦204キロメートル。はい、到着時刻の差が、はい、60秒ですから、はい、ということで、はい、こちら見てください。はい、204km 割る60、3.4km 毎秒、3.4km 毎セコンドということになります。はい、そして、まあ、公式ではありませんが、P 波の速さは、震源からの距離の差割る初期微動開始時刻の差。震源からの S 波は震源からの距離の差割る主要動開始時刻の差です。で、地震発生時刻というのは初期微動開始時刻から、震源からの距離を P 波の速さで割ったものを引くと地震発生時刻になるということで、はい、まさしくこれですね。はい、距離の差を秒で割る。距離の差を秒で割ると P 波、S 波の速さが簡単に求められるということです。はい、最後のまとめをします。圧力に関するリカルタの中で活躍してくれた、ゾウの太郎くん、二郎くんに、来てもらいました。ここで、P 波を P ゾウくん、S 波を S ゾウくんが演じてくれます。ここではですね、はい、P ゾウくんの方が体が小さいので、P ゾウくんが近づいてくると小さい揺れを引き起こします。S ゾウくんが近づいてくると体が大きいので、大きい揺れ、主要動を引き起こすということで、こちらが S 波を演じてくれます。ただし、この S 蔵くんの足を見てください。この足を見ると分かりますね。とても速く歩いたら、これもうすぐ骨折して死んでしまいますので、それで S 蔵くんはゆっくりしか歩けないということで、こちらが S 波をイメージしています。はい、そして、はい、同時に、はい、はい、地震が起こりました。はい、同時にスタートはしましたが、はい、もう P ゾウくんがどんどん速くなってしまいます。はい、S ゾウくんはゆっくり足が骨折しないようにゆっくり。はい、それで P ゾウくんはどんどん。はい、そして、はい、P ゾウくんが A 地点に着いたときに、はい、P ゾウくんは、80メートルですか、たった10秒で到着。S ゾウくんはまだ半分しか来てませんので、この2人が、A 地点に、到着するまでの時間差が10秒です。さらに、はい、はい。はい、S ゾウくんも頑張ってます。はい、で、P ゾウくんが、はい、P ゾウくんが B 地点にゴールしましたが、その時に S ゾウくんは、やっと A 地点ということで、はい、はい、P 地点においては、はい、P ゾウくんと S ゾウくん、P 波、S 波の到着時間の差は20秒ということになります。はい、これで皆さんお分かりですね、初期。この時間差が初期微動継続時間と考えると、初期微動継続時間は震源からの距離に比例するということが、これでよく分かったと思います。はい、最後に、超地震あり、はい、直角三角形の法則というのが出てきました。はい、これが距離を時間で割る。で、この直角三角形を書いて考えると非常に、わかりやすいということでした。はい、これで地震の問題に自信がつきましたでしょうか。はい、地震の問題が得意になれるかどうかは、あなた自身の問題です。